はい、新しい新商品の缶バッジが3位まで配布されるそうなんで、はい、1個ね、まあ、今勝ち残ってる人は3位に残れるように頑張りましょう。あと1位にこの俺はちょっと欲しいんで、このパスケース、あ、これなんすか、ちなみにパスケースかな、これ1位ですか、これ1位だけ、あ、ちょっとカードケースも1位の人にはもらえるそうなんで、優勝商品がいつものやつよりはるかに豪華になったので、あの、ちなみにさて、そんなこと言っとったら流星くんが1ラウンド目画面端で攻めて投げを通していく。しかし、ここでちゃんと走った出せるというメルカバ使い、バケツでシステムもあるので中央の立場に戻していく。ここはゴールドがゲージがないのでちょっと厳しいか。ここでシース入ってうまくデストラーデゴールドがガードしている。ここで2シーグラから自分のターンを作ってグリムをガードさせてターンを継続、ダッシーからのあっと補正切りでうまくシールドも割って流れが最高の状態で画面端で動き攻めをしていく。コパンから最速にビアブレ投げを読んでいたのか。ここで 2C が噛み合い1入れ替えコンボ選択。今回のメルカもこういうの強いですね。さてここでジェニシーちゃんとガードしている。確反は取れないか。シース剣をデスラードが取って昔からの投げを流星が決めていく。8ヒットできている。ここは確定ですね。画面端を入れ替えてゾグリー食らってしまう。このゲージ状況ならばあっと落としてしまうが最初の 2B で強気の 2B が取ってしまうが、ここで透かし投げデスラーデが1ラウンド選手。ゲージ状況はお互い5分ぐらいの状況ですね。さてこの状況のゴールドならグリムのプレッシャーもある。メルカバがうまくダッシュから近寄っていったが、ここで 5C を刺してワンコンボ高くガッと、ここでさらに落としたところからダブルアップ 2C、高いコンボ決めて画面して3100、6つ目エイム重ね安定ですね。 4B から暴れ潰しが刺さってしまう。さすがに最速 2B をやりすぎましたがね、分からされちゃいましたね。勝ったなデストラーデゴールド。うがつ漏れ、はい、なるほど。次ガシさんとバルダムさんが試合です。はい、今のは諦めてなきゃ勝てたかもしれん。1P 側がガシさんで、2P 側が、バルダムさん、ワレン VS カーマインですね。どうなんでしょうね。あんまりカーマインがここで自虐しちゃうと叩かれるんで俺は言わません。はい、さてガシさんは昨日普通に対戦してたので、そろそろ勘が戻ってきたと信じたい。対戦数は同じぐらいですね。実は覚悟を決めろ。軽く決めてやんよ。さて1ラウンド目開幕、お互い陽性から入ってワレンがアサルトから触っていく。ここは距離を離してインクリスタッシュからうまくコンボバルダムさんが決めていく。設置して中央の奥地面ヤグハードで離して、さてここは無事解放がドアンテコード。しかし CS がワレン側に傾いてしまったので若干厳しいか。画面端付近でバルダムさんが触ってバケツを刈られてしまいワレンのターン。しかしコンボを決めきれない。強気の立ち絵ギリギリ CS 剣がうまくガシさんに傾いたままで継続している。ここでブチためうまく通したがコンボにはいけない。端でアイゼンガードさせて、しかし2回転しっかりできているが CS 剣は向こう行ってしまうので、これは車輪が出ているので、あっと 5BB が裏をガードしている。 4B さて上からの飛び込みが非常にとがめしづらい。びっくり三振、しかしコンボいけない。 6B がまあつながるんですけどね。さて 2-2C、まあ、ここはまあしゃあないですね。割と強いんでブッパでも強い。さて中段をガードしている。ここでブチが1個あるのが怖いか。さてブチからワンコン決めきれない。前作も軽くなら死んでいる今の時点でも。はい、ビングリ三振、ブチがあるので怖い。そろそろ詰めるのが厳しくなってきたが、うまくダッシュタッチへ差し込んでバルダムさんが1ラウンド。2ラウンド目開幕ダッシュ、ダッシュ投げ強気、なるほど。さてさらに車輪を出してヒット確認から 2-2C につないでいく。さあね、ここでブチタメを1個設置して置き詰め。この状況でワレンが下段食らってしまう。しかしブチタメをうまく剥がせたか。ガスタのワレンがちょっと呆然一方な状況が続いているか。ワンゲージ吐いて CS 剣はガスタに今ありますが、この状況では吐いてこれはかけていますね。 CS 剣もCS 剣がバルダムさんに行ってしまうが、
2回転なので比較的、しかしアサルトから強気に、さてスライドができないのでコンボできない、しかし上から肋骨にかぶさりに行く、フォーサンションが漏れてしまって VO があると思ってコスタ系ですかね、たまにある。はい、2ラウンド1ラウンド選手、はい、あ 1GG 現状況はガスさん有利、しかし 5BB、まあ、これはいい指導ですね。からの投げを抜けている、駒投げ決めて画面端の奥詰め、この状況は非常にいい状況、そして 4mm 揺り取って上からかぶさっていく、ガードが硬いが駒投げで割られてしまう、そしてフェアフェアで高いコンボ決めていき、時間も使って置き詰めか、ここは駒投げ、しかし通撃は CS がないのでできない、ガンダッシュ投げ強気の選択肢からの投げ、リターンを重視していく、中段は稼働しているガスさん硬くて、あと CS か中段は連外になっていたかな、このゲージ状況はあっと怪しかったか、体力も怪しい状況、シスケンがガスさんの方に行ってしまうので、ここは新要素活躍してしまった、ついにやはりは今の強化は正解だった。さあ勝ったのはガスさんのワレンです。はい、次の試合が、ユーガリテインワレン、あ、じゃあ、ユーガリテインワレンと響きのハイドですね。まだ世におるとはな、はい、災い多くとも俺だけはこの夜に感謝をせねばなるな。あ、ワンピー側がゲームオーバー、はい、ワンピー側が響きのさんのハイド、2P 側が、ユーバリテインのワレンですね。響きのさんの炎はどっか行っちゃったのか分かんないけどまたハイドに戻ってきたのか、果たして、まあどっちにしろ、まあリペとか対戦性見る限りそれなりに対戦しているみたいなんで、まあどっちとも実力はあると思いますね。俺の力を見せてやる。さて開幕どうなる、開幕フェア、ユキナさんは後ろ下がっていく、これ立ち回りで勝ちたい感じですかね。さてうまく相手の飛び込みにユキナさんが 3C 対局を合わせていく、そしてワンコンボ爆捨てした分グリッドがヒューバリテに傾いているが、ここは安定攻防行動でガードさせて走り、再び立ち回りからうまくアサルトを通して画面走ってもう一回コンボ決めていく、ここはグリッドの傾きがいい感じに響きのさんに来る、そして起き上がり投げを決めていく、今回の橋投げ2000出るんでね、強いですねハイド。さて起き上がりもう一度投げ、ちゃんと CS も使って回収して1ラウンド目は響きのさんがパーフェクト、完璧な理想的な状況ですね。開幕出し火確認できなかったか、しかしスピードレーンを決めて投げ抜きはできずに手を牽制して振っていく、ここでぶっぱ切りのベイカンパー出していく、いや割と俺はありだと思ってるんで全然強いと思いますよ。はい、そしてイエスオイダー有利を取って投げを決めたかったか、しかしグリッドは有利的にある、おお、なるほどなるほど、新要素強いですね。ここで奥攻め、しかしあるどう、まあ、しかしグリッドは有利的にあるので理想的な状況ではある。画面端あっとロータスに対して投げを決めてしまった、まああるあるですね、しょうがない。さて EX ベイカンでこれは完全にワンコン圏内、危ない EX フェア、なるほど相手がビビったら負けだと、押し目 CS から下段が薄かったか、しかしこれの状況はまだ厳しいか、殺せないよねだよね、はい、イスケアから浮いてしまったので 3C が確定、勝ったな響きのハイド。いや、あ、カンパチ3位までなんで、3位までなんでまだ最低でも2回勝って、1回勝って1回勝ったらベスト4で、そこで負けてもう1回3位決定戦で勝てば一応もらえる。はい、で次の試合が、トットゴヒルダー VS、これね、これルカワセラフィーの分からん。いや、トットゴヒルダっていうね、まあね、いろいろ、まあとりあえず俺は突っ込まないんで。はい、
これなんて読むんですかこれ。え、俺知らない。これなんかのエロゲーかなんかのキャラですか。ゲームタイトル、へえ、やばい、エロゲーに詳しくないのがちょっとバレてしまったな。パンピーだった。さて対してルカワセラフィーノさん、なんかすごいやり込んでいらっしゃる。勝率もちゃんと高い。さてリンメヒルダはまあお互い俺はあんま使わないんで組み合わせの相性はよくわかんないんですけど、さてどうなることでしょう。一覧の目、お互い飛びから入る。しかしいつも通りに伊佐子さんが距離取って、トットコヒルダが距離取って立ち割りをしていく。お互いぴょんぴょん飛んでいる。しかしここにちょっと予想外のワープだったのかわかりませんが、着地にこう足を刺されてしまい、ルカセルファイナさんがコンボ決めていく。ルカワさんでいいかなもう。さて軍狼から手首が揺り取って、しかし投げは抜けている。ここでお互い立ち割り戻るが、これは上飛んでいるのが確定ではなかったが、中段に対して V を吐いてヒルダが切り返していく。しかし2段ジャンプがうまくとがめれていないか、結構自由に飛ばせてしまっている。ここで前転から裏回りからのコパンを決めて、ルカワさんがワンコンボ決めていき、CS 吐いてお互い五分状況。やはり空中空が強い。今のがさらにつながってしまう軍狼で、しかしこれしけない、一発けない。しかし CS もあるので悪くない。最後は 2B、 1ラウンド選手はルカさんの輪廻。2ラウンド目開幕、強気の選択肢対して伊佐子さん後ろに下がっていく。さてブンチに締めて起きてめワープからの中下下段でした。はい、もう一回コンボを決めていく。そしてコンデス出して置き攻め、これは中段タク。慣れていないとちょっとタクがめんどくさい、慣れてても分かんないけど、はい。さてさらに中下のタク、しかしうまく立ち割りに戻していたと思ったが、これは空中ガードなので 5C がかけている。安定して1ラウンドを取り返していく。11ゲージ状況は若干リンに有利な状態からスタートで開幕、お互い上に飛んで立ち回りの状況を作っていく。あっと今のは最終ラウンド、今のラウンド再現だったが危なかった。さて立ち回り戻って上から刺していく。空中空がやはり強いこの技、しかし逃げじゃんえでうまくごまかしていくが、空対空で落としづらくてつらいか。さて我慢して宇賀さんが下段からワンコンボ決めていく。このコンボが高いのかどうかはちょっと分かりませんが、安定しているのでいいでしょう。さて CS 戦もリンネガに来ている。この状況はどうだる。ゲージがないので EX 悲劇は怖くないが、ワンコンボ食らってしまい置き締め、そしてワープからの下段、こんなガードしているか、中段もガードしている。いいガードです。さてクルーがこれはダッシュが見えてるので切り返せない。ちゃんとダッシュを見てからなのか分かりませんが、暴れてから補正切りでダブルアップ決まっていいダメージ。この状況は CS も食いますね。そしてコンデス出して空中ガードはしたら危ない。中下ガードしている、ちゃんと中段もガードしている。しかしこれは厳しい状況。ゲージ吐いて殺し切りのムーブか、これは下段しっかりガードしている。そしてしかしインクリス 5C が当たってしまい、勝ったのは、トットコヒルダですね。おめでとうございます。次、俺と社長。このアムネジアのトップ、パラドクスを前にしてその不遜な態度。ゲームオーバー。さあ、トットコさん強くないっすか。ライフ4ポイントもあってキャラ使えてやばいっすね。というわけで、1P ガーサガーの捕まえ、2P ガーサガー。クセマスターさんのマレンなんですが、色が違う、あーって言ってる。さあ、クセさんが困ってる、色が互いにランクは1位、183万、前作の300万超えと400万超えの2人。フェアフェアフェアと。さあまずはじわじわといったところでしょうか。カーマインが近づきたいタイミングで近づきながら、ワレンはインファイトを仕掛けたいところ。ミスから、しかし釣り潰してからワリワリヘア、リビーリビーアイゼン、 GC から距離を詰めてシールドガード、もう一個チャンスシールド、ジャッジから
インクリス。よく見てるも。うおー、駒投げやすからもう間に合う。ジャンプ、ジャンシーから語尾を置くも、じわじわと。バレンとしては近づきたい、カーマイとしては優位なときに近づきたい。引き上げろ、呼んでいる。フラジャインが出ないが、ちょっと補正の関係か。ジャインカウンターから駒投げ。状況は美味しい。事故れば余裕で死にます。駒投げ、なんか出た。着地した。伊勢さん自身がびっくり。開幕投げ、はい、ふわ2332円。うぅー、ファジー超え。え、着地前から見えた。ファジーじゃない。いいから、シルガード、アイゼン、いい射程でいいダメージ。アイゼンは便利ですね。ガードされたら痛いですけどね。ジャンピーから空襲逃げて、コマ投げしかしもしっかり中段ガード。シャリンからここでガードしながら、コマ投げ、金投げ、さすがに抜け、インクリース三振。シャリンからドビー、インクリース中段スカルも、まだまだカーマイの有利。逃げ出したい、ああ逃げ出したいから、しかしから突き上げて、セチセチ、ちょっとカッコつけて、グラン、シャリンからさあ、ゲージも互いに151、142、ほぼ5分、そしてラウンドも11。開幕は空対空、ダブルカウンター。ジャンシーをしっかりガードから空中飛んで、ゴマ投げを避けるも、ゼロが出る。安くない、これがノッツさん、職人力しっかり拾うのは強みですよ。引き上げて、時間を稼ぎながら、ホキゼミウェイもたっぷり。ゲージは使えないか、さすがに。グラン、しっかりガード、チャリンから二段地段もしっかりガードして、もう一回車輪、ジャンゲー当たると見えるわけない。しかも VO が当てれちゃう、このキャラ。一段ガード、車輪巻いて、もう一発距離を上げながら、じわじわじわと。しかし下段中段、じゃあ無理ね。使ってリビアイゼン、まずは端から脱出。サンシー置いてある。アサルトにはベロン、ワンチャンジャンプしていたんで、バウンド回数が。アイゼンしっかりガードから EX、 ギャラクシー下に置いて、サンビー対空無力技、サンシーから EX、 勝者はノーツカーナイン。おめでとうございます。完全1点読みとのこと。次の対戦はどなたでしょうか。次の対戦は本気さんのゴルドーとトットコさんのリンネです。